北観音さんは7月に京都市内で行われる祇園祭りにおいて巡行する山鉾である。2014年に後祭りが復活してからは毎年7月24日の後祭りで巡行している。山鉾町は中京区新町通り六角下がる六角町。京都の上がる下がるに由来して上り観音山とも呼ばれる。要流観音像と伊田天像を祀っている。 1353年創建とされ、天明の大化で、観音像は顔を除いて消失したが、橋正春作の手で修復された。もともとは、屋根の内垣山であったが、町内に、三池や玄松坂屋の伊藤家などが所在していた、ことから、屋根を取り付けた徐々に、建造品を増やすなどして、1833年には、現在の飾り屋根を持つ引山となった。 どんどん焼けでは被害はなかった。南観音山とは関係が深く様々な縁がある。明治初頭までは南観音山との交互での巡行であったが、以降は一緒に巡行している。巡行順はくじ取らずの2番。破布のもとに雲閣の木彫り、天水引きは唐草もにようのものと雲流ようのものが各年で飾られる。下水引きは 鑑定祭の図とされ、2015年に新調した。2番水引は赤字に、唐草文様の綴織り。3番水引は金字に、紅白のボタン図の唐織り。前掛けと後掛かりは19世紀のペルシャ絨毯。同掛けには、トルキスタン絨毯と、インド絨毯が使われている。見送りは法宝,宝山学柄古ユー図の、綴れ二式で17世紀中国民末から、清諸島のもので。 チベット寺院で保管されていたとされる。四隅のふさかけ金具は、祇園神。巡行時には、見送りの脇から、観音千房にちなんで、柳の枝を山の右後ろに差し出して垂らす。鉾と違い天井には、薪の代わりに、ままが立てられている。ままは、赤松であり、枝に長とりが取り付けられる。この松は、 南関音山特需を引いて選んでおり、松取式と呼ばれている。南関音山では、鳩が取り付けられており、2013年までは、北が鳩、南が長尾鳥であったが古文書などの文献から入れ替わっていることがわかり入れ替えた。ありがとうございます。